今日はです、ね、クエン酸の有効性についてお話ししたいと思いますそれでは始めましょう、はい、今日はですねエンデュランス系、えー、マラソンロードバイク、えー、とクエン酸の有効性について、えー、調べたのでお話ししてみたいと思います、えー、今日はこんな3部構成でいきたいと思います はい、えー、一、グリコーゲンの回復をさ、えー、促進。えー、二、えー、ミネラルの吸収を促進する。体をアルカリ性にして健康にする。でございます。はい、えー、これから話すお話は、えー、クエン酸というのは結構ね、賛否両論で、えー、実際のところ、正式、正式には有効とはまだね、世界的に発表またされてないんですよね。ところがですね、エビデンスレベルでは結構高いところまで来て、 来ていましてっていうのもねいろんな被験者を使って結構何百人っていう対象でも結構効果が確認されているのでそしてその中でもさらに有効性が高い論文そして、えー、僕らエンデュランス系マラソンに関係があるところをちょっと抜擢して、えー、今日はこう紹介したいと思います、えー、まず一番ですねここが一番肝ではないでしょうかキングリ高原の回復を促進でございます、えー、まあこれはね簡単な実験でしたよかなりの人数を使いましてですね、えー、トレーニング後に、えー、糖質のみ のグループと糖質とクエン酸を同時に摂取したグループを分けたところ糖質とクエン酸を同時に摂取した方がグリコーゲンの回復がめちゃめちゃ早かったですこれはねもうほぼ全員と言っている人数が回復早かったのでこれはねほぼほぼね確定じゃないかなとは僕睨んでるんですがというのもねあのメカニズム的にもそうなんですよまず糖質を取ってすぐミトコンドリアに行かないですよね 僕がよく言っています。糖質を摂取してから何回かこう段、えー、酵素、補酵素を使って段階を経て最後ミトコンドリアンに入って ATP という回路に回るんですが糖質のまず一発目、ピルビン酸というのにえまず分解されます。で、その時にピル、糖質がピルビン酸と に分解されたときに、えー、乳酸というものも分解されます。で、このピルビン酸になったときに、クエン酸を摂取していると、そのピルビン酸を抑制する働きがあるんですね。クエン酸の効果によって。そうなると、一発の糖質、一発目の糖質がピルビン酸を抑制し、え分解しづらくなるので、えー、ちすると体は困っちゃいますよね。そうなると、どうするかというと、体は脂肪を使ってエネルギーにするっていう、 働きにすするんですねどうしてもエネルギーは作らなきゃいけないからでこのじゃあ糖質がうまく余った糖質はどこ行くのっていうと速やかに筋グリ抗原に行ってしまうんですねトレ,ーニングがトレーニングから帰ってきて取った糖質をすぐエネルギーにするんじゃなくてトレーニングしたその糖質をすぐ筋グリ抗原に回してくれるんです帰ってきた時帰っ トレーニングが終わった後のエネルギーは脂質から回してくれて、あとは速やかに、えー、何度も言いますか筋,筋肉のグリコーゲンに貯蔵します。といった意味で、帰ってきてすぐ糖質をエネルギーにされちゃうと筋肉のグリコーゲンが溜まっていかないじゃないですか。えー、そういったメカニズムで、そのメカニズム的にも、あとその被験者を使ったデータ的にも大体一致してるんですよ。なので、これはほぼほぼガチじゃないかなと思います。えー、なのでね、帰ってきて速やかにね、クエン酸をまず 摂取してそれから糖質飲むとグリコーゲンの回復がめちゃめちゃ早まります、まあ、イコール疲労回復ですよね,で、えー、とですねオーバーワークとグリコーゲンの回復って結構ね、あのー、論文でも発表されていまして、まあ、まだそこ,ここら辺の、ね、エビデンスレベルは低いんですが一応、えー、お話の一つとして、えー、グリコーゲンのねキングリコーゲンの回復が遅 遅くすると遅くなってしまうともちろんオーバーワークにつながっていって、えー、結果ねうつうつとかになってきたりするので、えー、燃え尽きの方とかは結構ダイエット中とかが多いっていうのもやっぱそこら辺もかん、えー、つながってくるのかなというところもあるのでまあこれはね雑談程度に聞いてもらっていいんですがまあねとにかくグリコーゲンの回復が収まると心身ともに疲労がたまっていってしまうので、えー、クエン酸がね有効だと思いますはいそして 2番目のえ、ミネラルの吸収を促進するえ、ここもねかなり僕らにとって重要です。で、今ね、あのー、世界欠乏栄養の中でカルシウムがえー。 あげられますえー、もうね、どんな人でもカルシウムが大体、もう、だからそこら辺の人こう呼ぶじゃないですか。まあアスリートでも一般人でもこうやって呼んできますよね。で、カルシウム濃度を見るとね、大体8割ぐらいが、8割ぐらいの人がもう無差別で選んでてもカルシウムが足りてないんですよ。それほどカルシウム不足が、えー、進んでいまして。まあね、僕はね、牛乳からのカルシウムはおすすめしないんですが、えー、お魚とかのね、カルシウムからね、吸収したいっていうふうに僕は推奨してるんですが、その時に にもこのクエンさんが一枚買ってくれますであのー、よくサプリメントかとこうね、あのー、ちょっとお詳しい方はご存知だと思うんですがキレート加工って書いてあるんですよ。 よく、えー、何のビタミンミネラルでも、これはキレート加工してますよって。で、キレート加工してるっていうものは、吸収率がいいんですね。で、そのキレート加工って何なのっていうところじゃないですか。それって、まさにクエン酸なんですよ。はい。クエン酸か、クエン酸コーティングと言っても過言ではないんです。もうわかりますよね。クエン酸がビタミンミネラルを、えー、コーティングして、超ま、 腸まで運んでくれます。途中のいろんな障害があるんですけども、うまいことクエン酸が包んでくれて、腸まで行って、そこで初めて吸収するので、ビタミン、ミネラルが吸収しやすいっていうところなんですね。そしてね、僕らで言うと一番ミネラルで有効なのは、もう皆さん。 鉄ですよね。鉄イコール酸素。えそうですよね、えー。ヘモグロビンのね、数値が下がるとエンデュランス系の能量がガカンと下がるので、ミネラルの僕らの王様といえば鉄ですよね。で、これもね、あのー、結構ね、確かな研究がありましてね、これもね、えー、42年ぐらいのね、えー、被験者を使って、鉄の吸収を調べたんですよ。そしたらね、えー、クエン酸と鉄を摂取して、 したグループと鉄のみで、えー、摂取したグループがねまあちょっと幅はあるんですけども最大ね54%まで、えー、吸収を高めることができたんですね、まあ、一人一人も、えー、マイナスっていう人はいませんでした例えばそのクエン酸を飲んで吸収率が悪くなっちゃっていた人は一人も出ません 全員吸収率が高まったんですがその中でも最大では、えー、54%低いとの、ね、4%程度っていう人もいましたけども、えーまあ、大体全員上がりますはいまあもう鉄でこれなんですから、えーえーえー、もちろん亜鉛とかねカルシウムとか全て吸収率が上がりますはいそしてですね最後にね僕らで、えー、意外にねきちんとねあの考えた方がいいの いいかなと思うところは、このアルカリ性に体を傾けるっていうところなんですが、なんとですね、体って弱酸性なんですけども、えー、基本的に食べ物を摂取すると、もうすべてのものです。すべてのものを 摂取すると、すべて酸性に傾けるんですね。特に牛肉とか、えー、赤身肉ですね。ああいうのを食べると、めちゃめちゃ体が酸性に傾きます。えー、でそれで、よく、いろんなテレ,テレビ番組で、こんなアルカリ性の食品を取ると、体をアルカリ性にするよっていうことをね。一昔前、ちょっとねあったんですが、実はね、それもね、今のところ、えーまあ、ごめんなさい、嘘ですね。<laughs> ちょっとね、あのー、言い方強めなんですけども、なんとですね、アルカリ性にする、えー、食品っていうのは、もうクエン酸以外ございません。これが今のところ多分最新の、最新の研究データだと思います。もうクエン酸以外はアルカリ性にしないんですよ。はい。なので、大昔古代から、 から、らどの国、世界中を探しても必ずクエン酸ってあるんですよ。まあ、日本だと梅干しですね。はい。えー、他の国、もうエジプトとかそういうね、なんとか文明とか言ってもね、絶対にクエン酸っていうのはね、人類はずっと摂取し続けてるんですよ。か、形はどうあれ。お酢、 という形であったり、どんな形でも取ってるんですよ。それほど、あのー、その、細胞レベルで人類は気づいてるんですよ、ね。これを取らないと体がアルカリ性に傾かないって。え、それをだ、誰に習ったか。ね、まあ、それはわかりますよね。虫とか、とかってお、誰に教わったかもしれないけど、習慣づいて、みん、ね、どんな微生物でもやってますよね。誰にも教わってないのにやること。え、その中として、人類がやってることとして、クエン酸摂取は必ずやっている んですよで現代っていうのはねこうやって、えー、脳が発達してきてしまってこれが体にこれが健康にっ,つって、えー、みんなねこうてあのメディアにこういうふうにやって納豆がいいねあのコロスケがはやれば納豆がなくなったり、えー、そういうふうになるんですがクエン酸っていうのがね最近ねあのだからクエン酸はみんなあんま取らないんですけど梅干しとか、ね、進んんで食べませんよねそういった中で必ずねそういうことやってると病気がちになる 体をアルカリ性に、えー、傾けるという一つとしては必ず、えー、梅干しとか、ね、クエン酸を取っていきましょうそして、ねえー、っと飲み方なんですがトレーニング後に、えー、3から5ム僕、ね、いろんな論文を見たんですけどもその,そのぐらいがいいと思います多くて3から5ム。で食前に、えー、食前30分前にやっぱり3から5ムですね、はい、これが、まあえー、そのグリコーゲン、えー、疲労回復という意味でね ようなんででですがさらに健康面僕健康康面僕オタクでもあるのでえそういった方、例えばね、最近だとね、あの、クエン酸を飲んで癌を治すとかいうねえ、ちょっと本がね、話題になったりして、えーまあ、そういったところを僕も色々調べたんですが、えー、そういう健康促進っていう方だったら、えー、っとですね、2時間 次にえ二グラムから三グラム程度をえずっとね摂取一日通して摂取していくとえい健康にもね人は勝ってくれますえ新陳代謝とかもねかなりえ高めるので体がねターンオーバーが早まるということで常にね体皮膚とかがねあの健康状態を保てるまあ女の人だと美容ですねのね綺麗な肌で保てるっていうところなどでえ健康という意味ではねそういう風に摂取するのもいいと思いますで最後にですね皆さんね、えー、クエン酸 んと乳酸を分解っていうことを僕はあえて言わなかったんですがこれはわざとです。えっていうのはねこれ大体ねドローですあのー、乳酸を分解するっていう人と、えー、いやいや全然意味ないよっていう方が大体、えー、その研究データ、えー もう見ても、大体半々なんです。なので、今回は僕はこれは取り扱いません。えー、いいっていう不のデータを言えば、いいって思わせることも僕はできますし、えー、全然効果がなかったよっていう今論文をね、えー、発表、僕は今この場で言えば、あ、全然効果ないんだってことを、えー、伝えちゃうこともできます。えー、僕、僕はそういうのはあんまりちょっと好きじゃないので、今回乳酸に対しては、えー、慎重になりたいので、えー、今回はお話ししません。はい、えー、まあ今回は特に言う、間違いなさそうで、 有効な3点でございました皆さんね、えー、疲労回復そしてグリコーゲンの回復、えー、そういった意味でねぐ、えー、クエン酸必ず有効に働くと思います、えーえーえー、摂取してみてはいかがでしょうかはいそんな感じで終わりにしましょう、えー、いつも通りですねちょっとでも楽しかったらいいねチャンネル登録お願いしますそして下の概要欄から SNS チェックしてみてくださいそしてサイクルジャージインフィニットよろしくお願いいたしますそれではまたお会いしましょうバイバイ